の間合いじゃ不利だ。外すぞ。させてくれればの。ほれほれ来るぞ。襟好みできる状況じゃないだろう。レジ、散り際を謝るでないぞ。適当に縁起でもないこと言うな。活躍してたか、お前。ほれほれ、どうした今回。お前な、俺の相手だろ。傷は大したことなしじゃぞ、レジ。そいつは頂上。ならこっちの番だな。
ぞジャム。まったく若いもんはせっかちじゃの。おけがはありませんか。大丈夫。それにここはあなたのエースフェロン内よ。怪我という表現は身体に物理的な損害が加わった場合に用いる言葉で、この場合にはシオンさん。え？モモちゃん？なぜあなたまでコスモスのエースフェローに？化け物じゃない、民間人。メガネ、無表情、ロリ、いろいろ取り揃えてきおったの。おい、渋谷は完全閉鎖地区だぞ。ここは仮想空間ではなく。それってどういうこと？ですから先ほどの私の言動はこの状況下においては適切であったと考えられます。そこはいいから。
どこって言われても。何を言い争ってるんだ。おい、クノーシス。そ、なになに、もう我慢できない。お前わかるのか。いや、多分そういうニュアンスかと。チッ、言ってろ。おい、ここは危険だ。避難するんだ。そんな、ここはエンセベロン内じゃ。さっきからわけのわからないことを。こいつらには攻撃が効かない。守ってやれないんだ。民間人は下がれ。お心遣い感謝します。シオン、ヒルベルトエフェクトを使用します。え、待って、コスモス。不確定な状況下では危険すぎるわ。現在の状況の方が危険であると判断します。シオンさん、私たちだけじゃなく、この人たちも危ない目に遭ってしまいます。さっきから一体何のことを話してるんだ。了解しました。ヒルベルトエフェクト展開します。
システム近接戦闘モードに固定。敵残存勢力ありません。また民間人が紛れ込んできおったのか。いや、身のこなしを見る限り素人じゃない。ターゲット目視します。サンプルデータと 98% 一致。目標確認。シンラのエージェントアリス・レイジ。サンプルデータと 100% 一致。センコ・シャオムと確認。では作戦を開始する。私は本部へ向かい、あの方と合流する。シンラのエージェント2人をこの町で足止めしつつ、データのサンプリングを行え。特殊エネルギー感知。サンプルデータの存在しない不特定多数の個体に関してはいかがいたしますか。任意で排除しろ。了解。サンプリング開始。第一種戦闘体制へ移行。任務
了解。モード移行。応戦態勢。任務遂行。待ちなさい。今度は何だ。千脚万来万有御礼じゃの。ちょっとあなたたち、ここは閉鎖都市指定を受けた場所なのよ。何をやってるの。それはこっちのセリフだ。そいつらは誰だ。そしてあんたは。私はチュンリー、 ICPO シャドル特別捜査官チュンリーよ。シャドル、シャドルだと。任務遂行の妨げと判断、速やかに排除。判断同意。対象物排除。なるへそ。秘密結社シャドル、そこの強化兵士らしいの。過去壊滅したシャドルがなぜ俺たちを狙う。対象は明らかな敵意を持っています。状況が分かってないのに強気だな、この娘。閉鎖都市らしく化け物も出てきてるのね。
ちゃんには手を触れさせないわ。戦闘シミュレーションもっとしとけばよかった。イエス。サンプリング開始します。ボーダーベストから来てくるんだったわ。任務遂行。防弾ベストくらい着てくるんだった。無駄な抵抗はやめるべきです。それで私を破壊するつもりですか？邪魔をするなら刀の錆にする。ここしかない。火は火を生む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 。火は晩鐘。悪いな、この距離。ターゲット行動予測。アームグレイ、アームグレイ、デッソルト、アームグリ、デッソルト、デッソルト。各システム問題ありません。中断。
し。シャム、まったく若いもんせっかちじゃの。